皆さんこんばんは。今回ご紹介する天体はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測しました。この天体、太陽系第6惑星の土星を紹介します。太陽系の惑星のうち地球よりも遠い軌道を回る4つの惑星で、巨大な輪っかがあることで有名な土星に初めて近赤外線観測による観測結果が公開されました。ウェッブの近赤外線カメラニアカムからの最初の画像はすでに研究者たちを魅了しています。これは 3.23 ミクロンという目には見えない光の波長領域になります。それを分かりやすいようにオレンジの色合いでカラーマッピングされています。ウェッブ宇宙望遠鏡が土星を見たとき、土星本体はとても暗く見えましたが、土星の輪は明るくクリアに映し出しました。それは土星の大気に含まれるメタンガスが降り注ぐ太陽光のほぼ全てを吸収するためです。それに比べ土星の氷の輪は太陽光を反射するため、ウェッブ画像では異常なほど明るいままなんです。めっちゃ綺麗だと思いませんか？ウェッブ宇宙望遠鏡は土星の衛星と輪を研究する特別プログラム1247の一環としてこれらの画像を撮影しました。このプログラムには土星の周囲の暗い衛星とその明るい輪を検出するウェッブ望遠鏡の能力テストをするために設計されたプログラムです。この画像には土星の非常に深い露出がいくつか含まれていました。土星の輪は岩石のような石の塊や氷の破片で構成されていて、その粒子サイズは砂粒より小さいものから岩石ほどの大きさのものまで様々です。ウェッブ宇宙望遠鏡はこの写真では見ることのできないもっと暗い輪を研究するためにさらに写真を撮る予定です。その追加観測により薄い G リングや最も外側に位置する E リングなど暗いリングのいくつかを探査できるようになるとしています。 E リングといえば、研究者たちは最近ウェッブを利用してエンケラドスを探索し、粒子と大量の水蒸気の両方を含む水のドーナッツ型のリングの観測に成功しましたね。衛星エンケラドスから噴出したプルームは土星の E リングに供給されていました。詳しくは以前の動画にも特集してありますので、そちらも合わせてご覧ください。NASA のハッブル宇宙望遠鏡も最近土星の輪の変化を捉えていました。ハッブルによる土星とその大気に焦点を当てた観測プログラム外惑星大気レガシーのため、観測時間を土星に費やしたおかげで土星の輪にスポークのような奇妙な現象を再び観測しました。スポークとは塵や粒子の集まりのことですが、完全には理解されていません。調べによるとこの塵は見る角度によって明るく見えたり暗く見えたりします。また電気が作用している現象でできているとも考えられています。土星の輪を一時的に横切るこのスポーク現象は地球の春分点の前後の数年間に観察されており、多くの科学者を魅了してきましたが、なぜこのような現象が時期的に起こるのかまだ分かっていません。土星は地球と同じように横向きに傾いているため式の変化があります。しかし土星は太陽の周りを約30年かけて一周するため地球の季節よりずっと長いんです。土星の輪が太陽に対して横に並ぶ時を分点と言います。その時にこのスポークが現れます。そして不思議なことに土星が夏や冬に近くなるとスポークは消えてしまうんです。2025年5月6日に土星の北半球では秋分の日になります。その時期に合わせてより目立つようになり、スポークシーズンの始まりです。スポークの原因として考えられるのは土星の変動磁場が原因ではないかと考えられています。この磁場は太陽からの太陽風と相互作用して帯電した環境を作り出します。どういうことかというと、地球では帯電した粒子が大気圏に衝突するとオーロラとして現れます。それと同じような現象が土星の輪にも起きているのではないかと考えられているんです。科学者たちは最小の塵ほどの大きさの氷のリング粒子も帯電する可能性があり、
それらの粒子がリング内の残りの大きな氷の粒子や岩の上に一時的にふわふわと浮遊しているのではないかと考えています。土星の最後の春分点は NASA のカッシーニ探査機が近接探査のために土星の軌道を周回した際2009年に起こりました。土星の B リングにスポークと呼ばれる不気味な幽霊のような白い筋が映っています。この時カッシーニがリングの晴れた側にスポークを見たのはこれが初めてでした。この時特徴的だったことはスポークが黒ではなく白く見えていることです。これはスポークを構成する小さな粒子が特別な方法で光を散乱させリングの他の部分よりも明るくしているためではないかと言われています。しかしカッシーニからの全ての写真と情報をもってしてもスポークがいつ現れるのかいつまで残るのかを正確に予測することはできていません。それはハリケーンの季節に最初の嵐がいつやってくるかを当てるほど難しいことなんです。 We're back in the top one in number of satellites. Congratulations. 土星のウェブ宇宙望遠鏡の新しい写真には輪だけでなく3つの衛星も写っています。上からディオーネ、エンケラドゥス、テテイスです。土星にはこれ以外にもまだまだたくさんの衛星がありその数は2023年5月現時点で総数146個にも上ります。これは衛星の数の多さで太陽系で一番です。それまでは木星で確認された95個の衛星が最多でした。土星の衛星の中には地球の月よりも大きいものもあるほどです。科学者たちはこれらの衛星を研究することで土星についてまた土星が過去にどのような存在であったかをより深く知ることができると期待しています。ウェブ宇宙望遠鏡はまた土星の大気も詳しく観察しました。 3.23 ミクロンの赤外線波長で土星の大気をこれほど鮮明に観測したのは今回が初めてです。例えば土星の北側には私たちが普段見ているような線に沿っていない大きな暗い形があります。まるで大気の中に大きな波があるようです。土星の北部は南部よりも特に暗く見えますがこれは土星の季節の変化のせいです。特に北の極地にある気体中を浮遊する微小な液体または固体の粒子エアロゾルに影響を与えているのは未知の季節過程によるものだろうと言われています。今土星は北半球の夏にあり南半球は冬を迎えています。南半球はこの後冬の終わりに暗闇から姿を現します。科学者たちはまた土星の端のあたりが少し明るくなっていることに気づきましたがこれは大気中のある種のガスのせいかもしれません。例えば高高度にある光を吸収した後に光を放出するプロセス、メタン蛍光と呼ばれる現象か、電離層内の酸水素イオンからの放射による光、またはその両方によるものである可能性があるとされています。ウェブ宇宙望遠鏡は追加観測により、詳細な土星大気の分析に役立つだろうとしています。そしてハッブル宇宙望遠鏡は今年、土星の大気が異常に加熱しているのを観測しました。土星の巨大な輪はただじっとしているのではなく、実は動き回っていて、土星の天気に影響を与えているということを発見したんです。輪から流れた氷の粒子が、土星の大気に雨のように降り注いでいることを発見しました。これにより上層大気が加熱され、高温になっていることが分かったんです。これは、科学者たちが太陽系全体でこれまでに見たことのない発見でした。きっかけは土星から特別な光が出ていることに気づいた科学者たちはそれが高温水素のスペクトル線として見られる過剰な紫外線でライマンアルファ線と呼ばれる種類の光だと知ることができました。この光は輪からの何かが降り注ぎ土星の上層大気を加熱していることを教えてくれています。ライマンアルファ線とは気体の水素が電離水素という特殊な形になった状態のもので一度離れた陽子と電子という小さな粒子が再度集まった時に見える特殊な光線です。これらの光線は特定の色をしていて私たちの目ではあまりにも淡いため見ることができませんが通常新しい星が生まれる場所や宇宙にある大きなブラックホールの周辺で
このような光の線を見つけることができます。それが土星の大気にも起こる理由はいくつか考えられます。輪の小さな岩石が土星にぶつかったのかもしれないし、太陽光線の粒子や紫外線かもしれないし、あるいは電気を帯びた塵の電磁力のせいかもしれません。いずれにしてもこれら放射線の急増は土星の強い重力に影響され引き込まれた粒子が上層大気を汚染し加熱していることを意味しています。最も有力的な考えは、土星の大気に降り注ぐ氷の輪の粒子がこの加熱を引き起こしているというものです。実際に NASA のカッシーニ探査機が2017年の任務終了時、土星の大気圏に突入した際、最後の力を振り絞って大気の成分を測定しましたが、そこでも多くの輪からの粒子が土星に降り注いでいることが判明しました。その時のカッシーニ探査機によるグランドフィナーレミッションの様子はこちらの動画にまとめてありますので、どうぞご覧ください。さて、これを研究した科学者の一人は、土星の輪が徐々に消滅していることはすでに知っていましたが、輪がこのように惑星の原子上の水素に影響を与えるとは知らなかったと語りました。この結論に至るまで科学者たちは約40年という長い間研究を続け、 NASA の4つのミッションから得た紫外光の観測結果をまとめて、やっと手に入れることができたんです。土星の周りには綺麗な輪がありますが、とても遠くにあるため近くで見ることはできません。しかし科学者たちは土星の輪について知るのに役立つこれらの探査機から得られた優秀なデータを持っています。ハッブル宇宙望遠鏡の雪像分光器 STIS と呼ばれる特別な装置が、科学者たちが考えていることとデータが一致しているかどうかを測定してくれました。これらの膨大なデータは複数の太陽周期をカバーしていて、天文学者が太陽が土星に及ぼす季節的な影響を研究するのに必要なことであるとともに、これは土星のような輪を持つ可能性のある他の惑星についてもより深く理解するのに役立つとしています。さらに今回のウェブ宇宙望遠鏡の高精度の観測は、今後数年間で土星に関する情報をさらに増やすだろうとしています。研究者たちは全てのデータを見て、土星について新しいことを学ぶことにとても興奮しています。土星は宇宙にある魅力的な天体であり、研究者たちは宇宙についてもっと知るために土星を研究するのがとっても大好きなんです。今後の土星の追加観測も楽しみですね。それでは今回はこの辺で。 Let's meet again next time. Bye bye.